はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は赤羽、トルーパーズから歩いて5分から8分ってとこですかね。まあ、僕のんびり歩くので8分ぐらいかかると思うんですけど、インド料理屋さんのレストランブルーム、こちらは、定休日なし年中無休で、夜11時まで開いてるっていうことで、よく仕事終わりで僕も食べに来るんです。そういうわけで今回はお客さんいなかったので動画撮っていいって言ったら、いいよって言ってくれたので、特別にちょっとこんな感じで食べますっていう動画になります。店内はこんな感じ。だいたいいつもインドの番組なのかな、貸し切りでオフ会やったりもしたんですよ、ラッシュサラダ、インド料理屋さんのさ、サラダのさ、ドレッシングってさ、美味しくないですか。どこ入っても大体美味しいんだよね。こちらブルームさんの一品料理はこんな感じ。サラダでおつまみ。あんまり頼んだことないな、どれも。そしてこちらはタンドリーコーナー、これは結構好きですね、ただやっぱボリュームがあるんで、そうそういけないとこが厳しい、お値段も手頃でしょ。そしてカレーコーナー、そしてこのナン、特筆すべきは、ピザナンは美味しかったな。でもやっぱりね、おすすめはチーズナンなんですよ、私は。あと何気にこのサフランライスがそのまま食べても美味しい。でじゃあどうするのとなった時に、まあ、この辺も惹かれたりはするのですけども、ああこれもね、しあれです、2、3人で来た時シェアするにはとってもおすすめ、辛めだったかな、ラーメンで、結局このセットから選ぶわけですよ。だいたいいつも選ぶのがこちらですね。次チーズナンセット、他にもね、いいんだけど、いろいろ足し引き、なんかいろいろ考えると、結局これにサフランライスが今のところベストかなと思ってるわけですよ。お酒のメニューも、たくさんあります。
ちらが、あ、どうも、はい、チーズナンセット4枚で、今回はほうれん草チキン、バターチキン、これも大体いつも決まってますね、うん、でご飯が1カップと、こちらおしんこ辛いやつ、うん、そしてこのサフランライス、じゃあいただきますと。箸でいく。これも箸で掴むとチーズが溶けちゃう。ラッシーはまだ飲まない、カレーもつけない、チーズが最高に、チーズの味がするんですよ。めっちゃ耳の部分的なチーズがあんま入ってないと思う、それはカレーつけていい、そういうルール。辛い時にはラッシー、カレーつけちゃうのもったいないね、めっちゃ美味しいね、鶏肉、うん、チーズなんか冷めないうちに早く食べないといけない、うんうん、なるほど、熱い方が美味しい、
鶏肉も美味しい。サグチキンっていうのは、ほうれん草チキンっていう、色は緑ですけど、結構好きなんですよ。ランチなんて来ると、知ってる方は知ってるかもしれないけど、インド料理ってあのランチってめっちゃ安くてボリューム引きますよ、ね。さすがに昼は食えないね。眠くなっちゃう。最後。まだちょっとジューシー。うまっ。まだ早いかな。で、現在こういうことになってます。ミニご飯、カレー、これなんだっけ、バターチキンカレー、そしてサグチキン。そしてまあこっちはフルで手つかず、半分投入。ごっちゃんです。次にこちら。チキンカレーを入れましょう。危ない。味変えるときは一回ラッシーで落ち着きましょう。ということは
美味しそうでしょ。なんかうまい、このままサフランライスだけでも食べられちゃう。こちらも楽しみたいので全部かけましょう。最後にラッシュ。ごちそうさまでした。ということで大変おいしゅうございました。ブルームさんチーズナンセットプラスサフランライス、辛さは普通で、いやインド料理屋はいいですよね。なんかでもやっぱり結構ね、そうそう頻繁には使えないね。結構ボリュームがすごいからさ、いつもすげえ食ってるじゃねえかって、まあね、そんなんで赤羽に来た際にはよかったらいかがでしょうかということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。